4年ぶりの通常開催となった仙台七夕祭りに合わせて、航空会社のスカイマークが仙台空港で初めて七夕イベントを開きました。スカイマークの七夕イベントが初めて仙台空港で開かれ、浴衣姿の係員や名取市観光協会のスタッフらが乗客を出迎えました。仙台七夕祭りが4年ぶりの通常開催となったことを受け、搭乗口では記念品として地元の福祉施設で作られたクッキーが乗客に配られました。またチェックインカウンターでは願い事をしたためた短冊が笹に飾られているほか、七夕飾りを楽しむことができます。サプライズで嬉しいです。青森でなかなか見れないので、また見に来てみたいです。地域の方と一緒に何かをやっていくことで、地域の活性化につながればということで、やらせていただいております。今後もこういう機会があれば、いろんな方と交流を深めていきたいと思っております。駐機場ではスカイマークの職員らが願いが叶いますようにと書かれた横断幕を掲げて、神戸行きの乗客を見送りました。